風さんやっぱりみんなの近くでいるんだよみたいなところを伝えたかったんじゃないかなっていうふうに思っていて、はい、多分風チャンネルのルーリオです。本日はですね、藤井風さんのアリーナツアーに参加してきましたので、楽曲の話とかを置いといて、僕が感じた藤井風さんの優しさみたいなところをですね、お話ししていきたいなというふうに思っております。このチャンネルでは藤井風さんを中心に取り扱いをしています音楽のチャンネルとなっております。もし少しでも気に入ってくださいましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日は12月19日、風さんのライブ僕初日に行ったので、まあ、2日目ですね。2日間経ちましたが、まだまだ余韻ひたひたでございます。本当にね、いいライブでした。で、まあ、ライブのね、そのセットリストとか、あとはまあどんな風さんの様子だったみたいなところの中心のお話はですね、ライブ配信をライブ後の直後にですね、その17日の直後にですねしましたので、そちら皆さんちょっとね、僕ダラダラ喋ってしまってるのと、ちょっとタンを食べながらだったので本当に申し訳ないんですけど、もしね興味ある方いましたら、ネタバレの方興味ある方いましたら、そちらを見てください。そちらのリンクはここの説明欄に貼っておきますので、そちら見てみてください。で、今日お話ししたい内容としてはですね、僕が藤井風さんからライブに参加してですね、すごく感じた優しいなって思ったところをお話ししていきたいと思ってます。ただ、まあ、これも人によっちゃネタバレになると思うので、本当にねネタバレ嫌な方はここで戻るボタンを押していただければなというふうに思っております。本当に申し訳ないです。で、今回なんですけど、まあ、座席のお話ですね。座席が仙台公演に関しては、アリーナ席と、スタンド席ありました。で、ステージがいつもの風さんが前にいて、前方にいて、でそっからこう普通のステージですよね、今いわゆる学校の体育館みたいな感じのに学校の体育館のこう舞台があって、で、客席があるみたいな感じではなくてですね、その体育館でいうと真ん中のところに風さんがいて、でそれを囲むようにみんなが座ってるみたいな環境だったんですね。で、まずその、まあ、センターステージっていうと思うんですけど、センターステージ、まあ、武道館のライブ、そう武道館のライブ、風さんの武道館のライブもセンターステージでしたよね。で、そんな形だったんですね。で、それで僕はすごく感じたのが、そこから風さんやっぱりみんなの近くでいるんだよみたいなところを伝えたかったんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、今年のライブ、ホールツアー、あとはパナスタ、今回アリーナツアー、ありがたいことに全部ね行かせていただいたんですけど、まあ、ホールツアーはもう規模がね、キャパの規模が少ないから、まあ、そういったところを感じられました。本当に風さんの家に来てるかのようなライブだったんですけど、ちょっとねパナスタでもうめちゃめちゃどでかいとこでやったから、なんか僕としては、まあ、すごくめっちゃ演出良かったんですよ。やっぱり空の下で花火も上がったし、なんかだんだんこう暗くなっていく時にライブを見れたのはすごく嬉しかったんですけど、まあ、僕が推測するにですね、なんか風さん的にはこうちょっとみんなから離れていってみたいな、まあ、物理的に離れていって、だんだん風さんも人気になってきて大きくなってきてるから、離れていっちゃうんじゃないかみたいなところをですね、まあ、僕たちはファンはねちょっと感じてるとこあると思うんですよ。でもいやそうじゃなくて、実はこんなに距離感近いんだよみたいなところをですね、ステージで言ってくれてるんじゃないかなみたいなところを僕は感じてですね、それすごくね客席の座席表を見た時もそうですし、まあ、ちょっと前からねセンターステージじゃないかみたいな噂はありましたけど、実際に会場入った時に本当に感じましたし、本当にライブ始まってからがね、こんなに距離近いんだって。僕は A ブロックのアリーナのところに本当にありがたいことに座らせていただいて、
4方向あるんですけど、そこの本当に真ん中ら辺で、列は9列目かな、9列目ぐらいだったんですけど、本当に近くてですね、9列目より前の人はどんだけ近いんだっていうぐらい本当に近かったです。でもうそこでですね、あ、ライブ始まってからもですね、やっぱり、あ、風さんはこうね、あのみんなに近くにいるんだよと言わんばかりの距離でですね、あんなに人気な、世界的に人気になっているなるであろう風さんがあんな近くでこう演奏してるのを見てですね、すごくそれを感じました。本当にね、行ってよかったなというふうに思っております。で、ただちょっと僕が慣れてないっていう、センターステージっていうライブに初めて行ったんですね。あのいろんなライブ行ったことはあるんですけど、こういわゆる普通のステージ、その体育館型のに舞台にアーティストがいるみたいなライブにしか参加したことがなくてですね、まあその、メリットというか、はですね、まあ一番最善だとずっと最善に入れるんですよ。なのでいい席を引くととても嬉しいんですけど、結構後ろの席を引いちゃうと、なんて言うんですかね、俯瞰では見れるんですけど、こうライブに入り込んだ感じがしないんですよね。あ、なんかあっちの方で遠くで、あ、歌ってるわみたいな感じ。まあ僕もパナスタ結構いい席、距離は遠かったんですけど、位置的にはすごくいい位置で見させていただいたんですけど、ちょっとね、あっちの方でなんかやってるな感がやっぱりあるんですよ。普通のステージで遠いところ座っちゃうと。なので、まあなんていうんですかね、前の方の人はこうね、結構ね、こうイエーイみたいな感じで踊ってるんですけど、後ろになればなるほど結構座ってる人多いみたいな、まあなんていうんですかね、座って見るのも良しだと思うんですけど、温度感の差みたいなのはね、必ずあると思うんですよね、普通のステージだと。ただ今回に関しては本当に4方向それぞれもうみんなほぼほぼ近いし、まあ僕が今回アリーナだったっていうのもあるかもしれないんですけど、結構ね、みんな熱量高いなっていう風に、みんなの熱量がもう平等くらいになるように、こうステージの配置が考えられてるんだなっていうのを感じました。で、逆に今回センターステージのデメリットを僕自身ちょっと感じてしまったんですけど、その4方向あるんですね。で、4方向あるので、まあ、曲によってこっちの方向を向いてたら、まあ、自分の方向を向いてる曲もあるんですけど、風さんの左側が見える曲もあるし、風さんの背中を見ながら聴く曲もあるし、風さんの右側を見ながら聴く曲もあるんですね。なので自分の方を向いてる時はとてもね、テンション上がるんですよ、わーって。なので逆にこっち向いてくれてる時の曲って結構覚えてるんですよね。あの曲、あ、こっち向いてたな、あの曲こっち向いてたなみたいなのはすごく感じたんですけど、なんかそれ以外の時、その自分の方向じゃない3方向にいる時っていうのがちょっとなんていうんですかね、こう寂しいというか、まあ本当に一長一短なんですけど、あ、なんか、あ、向こう向いてんなみたいな気持ちになってしまってですね、こう盛り上がりきれないというか、こっち向いてくれてる時よりはちょっとテンションが落ち着いてるなっていう風に感じました。これはね、一長一短なので、今回のがどうとかっていうわけではないんですけど、それは僕は本当に素直な感想として感じましたね。っていうのと、まあなんていうんですかね、僕自身センターステージっていうライブに行くのが、さっきも言いましたけど初めてだったので、そこに慣れてないから、その楽しみ方が分かってなかったのかもしれないんですけど、まあそのためにね、そのモニターがこう各方向にあってですね、上をこう見るとですね、風さんのを追ってるカメラがちゃんとあったりしたので、まあそっちを見るとね、確かに、あ、風さんこんな表情で歌ってるんだなっていうのは分かるんですけど、まあちょっとやっぱり生で見たいじゃないですか。だからこうそこはちょっと感じたところかなというふうに思います。で、まあ逆にちょっとメリットで言い忘れたんですけど、音響的にすごくいいなって思ったんですよね。その今回4方向、まあ仙台宮城公園ではですね、4方向に向けてスピーカーが置かれてるので、とてもいい音で聞きました。しかも僕たまたまその A ブロックある方向の真ん中にいたので、本当に右も左もちょうどね、スピーカーの真ん中ぐらいにいて本当にいいなというふうに思いました。で、
まあ、前回比べてばっかりで申し訳ないんですけど、パナスタ行った時とかは結構ね、大きい会場に対して全員に少ないスピーカーで後ろの方まで音届けるぞっていう感じでスピーカーの音上げてしまってるので、前の方の人とか結構キン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 言ったと思うんですけど、今回はね本当にそれは少なくてですね、とても音響的にもすごく満足できました。パナスタより音響は絶対良かったなっていうふうに思っております。もちろんね、アリーナなんでもちろんとはだと思うんですけど、まあ、スピーカーの音質の良さがライブの良さとは別物だとは思うんですけど、まあ、一部ではあると思うので、すごくそれは楽しかったなっていうふうに思っております。はい、というわけでですね、なんか今回感じた藤井風さんの思いやりとか優しさっていうところでですね、僕が本当に感じました。メリットデメリット、ちょっと偉そうに僕言っちゃったんですけど、まあ、それよりなんかセンターステージにした意味みたいなのを考えさせられて、とてもね風さんが優しいんだなっていう、いい悪いはあると思うけど、その普通のアーティストはあんまりしないセンターステージでやることに何かこう意図を持って風さんが取り組んでるんだろうなっていう風に感じられてですね、本当に楽しい一日というか、まあ、楽曲的にもそのライブ的にも満足はさせられましたけども、その風さんの内なる思いみたいな、センターステージについて何も言ってなかったですけど、とても感じることができて、本当にいい一日、いいライブだったなというふうに思っております。他の会場もちょっとどうなるかは分かんないんですけど、まあ、おそらく、まあ、センターステージにできるところはセンターステージなんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、そうじゃなくても何かこう面白いことを風さん考えてるんだろうなっていうふうに思うきっかけになったので、またね来年福岡公演からツアー再開すると思うんですけども、そちら行かれる方はですね、ぜひ何かこうこうこうだったよみたいなところあればですね、ぜひコメント欄で教えていただけるとありがたいです。はい、っていうわけでですね、もうすぐですね紅白とかその前の風さんの特番とかあります。本当に1年早いなと思っておるんですけども、まあね、最後の最後、今年最後の最後までですね風さんの活躍っていうのは見逃せないと思いますので、皆さん体には気をつけて、本当に寒いのでね、過ごしていただければなというふうに思っております。皆さんで風さんを見守りましょう。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録、グッドボタン最後によろしくお願いします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。